こんにちは。ビーーートルルズワールドニュースです。今日はリンゴスターが以前からアナウンスされていた新作 EP「クルキッドボーイ」に関するニュースです。リンゴの公式ウェブサイトによるとファーストシングルのタイトルは「フェブラリースカイ」であり4月12日にはデジタルフォーマット及びストリーミングでリリースされます。こののトラックのリリースと同時に、 リンゴのアーカイブからの未公開フィルムクリップをフューチャーしたビデオがプレミア公開されます。クルキットボーイは、以前に報告されていたように、リンダ・ベリーがリンゴのために書き下ろし、プロデュースした4曲がフューチャーされております。収録曲は、フェブラリースカイ、アデリーン、ゴナニードサムワン、クルキッドボーイの4曲です。 ビートルズの元ドラマーであるリンゴは、ステートメントでこのように語っております。リンダが素晴らしい EP を作ってくれた。彼女は自分のスタジオでそれをプロデュースし、その後トラックを私に送って、私がドラミングとボーカルを追加しました。と述べております。フェブラリースカイは素晴らしい。非常にムーディーですが、リンダがこれらを 私のために書いたので、もちろんポジティブな平和と愛の要素を持たなければなりません。以下は曲の一部の歌詞です。立ち上がって、この雨から抜け出そうよ。もっと晴れやかな日に革命を始めよう。欠けていたピースが見つかった。それは見たところ、うつろなものだった。 でも2月の空はもうたくさんだクルキッドボーイリリース詳細についてです以前に報告されたようにクルキッドボーイは2024年4月20日のレコードストアデイイベントの一環として限定版のカラービニールディスクとして初めてリリースされますこの EP は、 独立系レコード店でのみ黒と白のマーブルビニールで入手可能になりますビニールディスクは2000枚のみ発売されますその後クルキットボーイは4月26日にデジタルでリリースされますその後ブラックビニール版と CD バーチョンが5月31日に発売されます 4月には特別なクルキットボーイプレイバックイベントも開催されます4月18日にロサンゼルスのアモーバ・ミュージック・ハリウッドでフルー・ EP の特別な早期プレイバックを楽しむことができます参加者はまたフェブラリー・スカイともう一曲のクルキットボーイ・トラックである コナ・ニーーード・サンワンをフュチャーした赤いビニールでプレスされた独占の7インチシングルを購入するチャンスもありますイベントの詳細については a m o b a c o m をご覧くださいリンゴスターリスニングイベント7インチリリースのイベントについて不安のために 4月20日のレコードストアデイに限定発売されるリンゴの EP クルキットボーイの特別なフ安ン向けリスニングイベントを開催しますこの EP はリンダ・ベリーによって書かれプロデュースされており独立系レコード店でのみ入手可能ですイベントは4月18日の午前11時に開始されます すべての参加者には、リンゴスターの商品や、アモーバのギフト券、さらには、アモーバハリウッドでのレコードストアデイの先頭に立つ機会をかけたラッフル券をプレゼントします。不安は、限定版のアモーバの独自の赤いビニール7インチレコードを購入することができます。一人一枚限りの発売です。 購入は店頭のみで、オンラインや電話での注文は受け付けておりません。到着時にラッフル券をお渡しします。EP の再生は午前11時から開始し、再生終了時に景品のラッフル券を引き受けます。商品を獲得するには必ずイベントに参加している必要があります。 イベントへのの参加にはは事前の購入はありません。クルキッドボーイ EP の詳細についてクルキッドボーイの他の2曲はタイトルトラックとアデリーンになりますストロークスのギタリストニック・バレンシは4曲すべてで演奏しましたリンダ・ベリーはいくつかの曲でギターとバッキングボーカルを提供しました リンゴはまた新しいアルバムプロジェクトに取り組んでおります一方83歳のドラマーであるリンゴは2024年2月のアップデートでフルレングスのカントリーアルバムにも取り組んでいることを明らかにしておりますオールスターバンドの2024年ツアー開始について以前に報告されていたように リンゴと彼のオールスターバンドは5月から6月にかけて12公演のツアーを行います。このツアーは5月22日にラスベガスのザ・ベネチアン劇場で開始し、6月9日のテキサス州オースチンでのコンサートで終了します。ラスベガスの公演はベネチアンでの6回の賞の一環です。 グループはまたツアー中のカルフォルニア州での公演と6月5日から6日までのメキシケシキでのツアーもあります。リンゴはまた2024年秋のコンサートの計画もまもなく発表されます。この発表で日本でのライブが含まれていることを期待しております。以上、リンゴスターが新作 EP クルキッドボーイに関するニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。ニュースの内容を気に入っていただけましたら、高評価をぜひクリックしてください。また、チャンネル登録をされていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもビートルズワールドニュースをアップしていきますので、またご覧になってください。では、 次のニュースでお会いしましょう。ハローグッバイ。